来月5日の子どもの日を前に、旧家などに伝わる珍しい五月人形などを集めた企画展が村山市で開かれています。村山市の最上徳内記念館で開催しているこの企画展、市内の旧家などに伝わる五月人形や掛け軸など30点余りが展示されています。平安時代、魔除けとして菖蒲の花を飾ったことに由来する節句飾り、後に兜や人形などを飾る風習に変わっていったとされています。こちらはその武勇にあやかろうと、豊臣秀吉や源義家など実在の武将をもとに作られた武者人形たち、虎退治で有名な加藤清正も力強い表情で子どもたちの健やかな成長を見守ります。また金太郎や弁慶など物語を題材にした五月人形も訪れた人の目を楽しませています。多くの子どもたちがいると思いますが、何事にもですね、勇気を持って立派に育てていただきたいとこのように思っております。子どもの日でも近くありますので、ぜひ皆様にご覧いただきたいと思います。端午の節句展は最上徳内記念館で来月28日まで開かれています。